秋山翔吾さん、マジですごい。こちら秋山選手の現在の打率、非常に優秀な結果を残しています。シーズン200安打打てそう。2000本安打確約やしな。覚醒しとるやん。これくらいやってもらわな。マクブルームは相変わらず適度やし、デビッドソンあたりっぽいし、西川と坂倉が復活したら打線エグそう。こいつがメジャーで筒香以下だったの謎やわ。メジャーで全然通用しなくて帰ってきたからなんかすごいと思わんわ。誰だよチワワって言ってたやつ。筒香も NPB レベルなら3割40本は打てそうよな。さっさと帰ってこい。外野はまだ全然やれるわ。青木が日本帰ってきて短縮シーズンで19本打ってたし。強肩ヤンチワワやなくてなんとお呼びすれば。最近打者で2年以上活躍してるの大谷だけだしな。打者は未だ魔境やろ。秋山がいなかったらと思うとゾッとするわ。そりゃ去年ろくに調整できない状態であの成績ならこれくらい流行るよ。年俸めっちゃ安くなかった？ NPB ではノーパワーでもコンタクト能力高ければ通用するんだな。筒香みたいに丸あがきする方がかっこいいと思ってたけど、やっぱ活躍できるところで活躍した方がええな。首位打者実質3回やからな。全盛期柳田と被ったおかげで1回しか取れてないけど。なんかまだ広島のユニフォーム着てるの見慣れなくて違和感あるわ。ご視聴ありがとうございました。